どうも料理のお兄さんリュウジです。皆さんもうやらかしてますということでね、飲んでるんですけど、ちょっとねおつまみがないなと思いまして、今日はですね、僕の大好きナスのなめろうっていうですね、絶対食べてほしいなっていう、そんなですね、とびきり美味しいなめろうがね、あるので、この YouTube の動画を上げていきたいと思いますはい、じゃあ材料ですね、行ってみたいと思います。まずナス2本、大体180g ぐらいですね。はい、でこちらがみょうがですね、こちら1個です。あと生姜が 5g、あと大葉3枚、あと調味料です。まあ、早速やっていきたいと思います。はい、ナスですね、ナスね、穴開けてください。竹串とかでもいいです、1箇所でいいです。こんな感じでね、1箇所穴を開けてください。ラップに1本ずつくるんでます。はい、でこの状態で600ワット3分加熱します。その間に、材料ねちょっと切っていきます。みょうがですね、みょうがはね半分ね、取っておきます。この半分を、千切りにしておきますね。こちらね、最後の飾り用にこちらみょうが取っておきます。それ以外のみょうがはですね、適当な感じに刻んでおきますね。これ生姜もいい感じで、あとでね叩くんでね、適当にでいいです。はい、適当に、切っててください。はい、で大葉はですね、1枚飾り用で取っておきます。それ以外のものはこんな感じでね切っておきますね。こんな感じで、はい、はい、チン終わりました。チン終わりましたら、これ人それぞれやり方違うんですけども、これめちゃめちゃ熱いんでね、でなめろう冷たくして食べたいので冷やします。今回は氷水で急激に冷やしますけども、別に普通に水で冷やしても全然平気です。はい、で、冷たい状態に、しますね。普通に、時間がある方は冷蔵庫でこれ冷やしちゃっても全然大丈夫です。これねラップ取った方がいいね、これね、ラップ取っちゃおうか。じゃあ冷えました、ナスが。この状態のナスはヘタも手で取れるんでね、取っちゃってください。ヘタ、はい、こんな感じ、ヘタにちぎって取っちゃってください。こんな感じです。はい、そしたらですね、まあこれ中はねこんな感じで、ものすごいいい感じに蒸されてるんですね。このままでかぶりつきたいところなんですけども、これをですね、なめろうなので、叩いていきますね。こんな感じでね、で、ここにね味も乗せていきます。お味噌ですね、大さじ1、はいらないかな、大さじ弱ぐらいですかね。あとねちょっと白だしも入れます。大さじ1弱ぐらいですね。この状態でですね、ガンガン叩いていきますね。なめろうっていうのはね、そもそもね千葉の郷土料理なんですね。僕の地元のね千葉のね、漁師町の、ものなんです。皿をね、舐めるまで、舐めるぐらいうまいっていうのでですね、その名がついたらしいんですけども、本来はお魚でやるんですけども、今回はナスで、お魚の代わりナスっていうね。舐めろうなのでね、舐めろうは、皿につくまで細かく叩くといいっていう風にですね、昔なんか飲んでみたので、それぐらいですね、もうめっちゃ叩いていきます。なめろうっぽくなってきましたね。じゃあですね、これで叩き終わりましたんで盛り付けです。まあね、スプーンでね、さっきのなめろうを持っていきます。で、最後に飾りに、大葉、あとですね、先ほど、避けておいたですねみょうがですね、こいつを上に、散らしまして、はい、ナスのなめろうの完成になります。はい、それではですね、出来上がりましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。はあ、うまい、うまいとしか言えないんだね。まあ基本ですね、このナスがレンチン、これしてあるんですけども、レンチンしてあることによって
かなりですね、蒸された状態なんです、これね。すごく、とろとろ、とろとろのナス。これにですね、爽やかな薬味の香りが乗ってですね、まあ、ちょっとね、ビールってやってるんですけど、ちょっとね、これはちょっと違うかもしれない。これはね、これ、八海産かもしれないですね。はい。はあ、もうね、もう、うまい。もう、ちょっと語彙力がないオタクになってしまいました。もう、無理。うまい。白だしのだしの味も、合わさってですね。まあ、うまいっすね、これね。まあ、うまいっす。いや、本当にうまいっす。ね、日本酒に合う。素晴らしい。日本酒はね、キリッと冷やしてもいいんですけど、まあ、今回ね、八海さん、これ常温で、いただいたんですけども。いやー、もうね、酒には相当合いますね、これね。でも、味がしっかりしてるので、これね、ご飯のおかずでも全然平気です。これを乗せて、丼にして、茄子のなめろ丼にして食べていただいても、美味しいし、さらにですね、それを、お茶漬けとかにね、しちゃっても、最高にうまいと思います。これは、これはですね、これね、ぜひ食べてほしいな。まあちょっとね、レシピ的にはまあそんなジャンクな感じでも ないですね。ちょっと、割と、ちょっと精進料理チックな、レシピ。まあ僕にしては珍しいレシピなんですけども、これね、ほんとうまいので、ぜひね、皆さんね、いやー、やってみていただきたいなと思います。ちょっとね、叩いたりする工程があるから、若干面倒かなとは思うんですけども、火も使わないのでね、この時期ものすごく、おすすめなので、ぜひ皆さん、試してみてください。はい、それではですね、今回の動画、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなっていうふうに思っていただいた方、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あと通知ボタンも入れてもらうと嬉しいな。